河野道和さんおすすめの一冊、さまざまな雑誌の編集長を歴任されまして、その後古典を学んだり人生を豊かにしたりするためのほぼ日の学校の学校長をされていました。現在は河野文庫を立ち上げて本の魅力を皆さんに届けています。岡山市出身の河野道和さんです。河野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はどんな本をご紹介いただけますか。はい、テレビのプレバトの俳句コーナーで大人気の、夏井いつきさんの、エッセイ集ひょうたんから人生という本をご紹介したいと思います。河野さんね、夏井さんはその RSK テレビで放送されているプレバトだけじゃなくて、RSK ラジオでも、夏井いつきの一句一憂放送されているんですよ。長い番組ですよね、これまた。ですから、岡山ではね、かなり、メジャーな存在であります夏井さんの本を今日ご紹介いただけるということで、私も楽しみです。はい、なんかね、8万部を突破したと最近聞いたんですけど、やっぱりよく売れてるようですね。岡山のみならず、彼女の、強い人気がこの売れ行きにつながってると思うんですけれども、この本自体、本当にこれまで夏井さんが出会った人々や忘れ得ぬ出来事を、軽妙な筆致で綴った大変読み応えのある一冊で、かつそのものすごい熱量で書かれていて、著者の真剣さというかな、本当に俳句にかける情熱っていうのがビンビン響いてきて、間違いなくおすすめの本です。俳句界で有名なのは当然知っていたんですけど、もともと中学校の国語の先生だったんですね。そうですね、8年間その中学校国語の先生をやって、それから俳人に転身と、だから30代から俳句にこう先進したというか、俳句の種をまき続けるっていう、そういうことに人生のテーマを見出して、地道に着実にそれを続けてきた方というのがこの本ではよく伝わってきますね。で、この夏井さんらしくですね、俳句を広める種まきをされる過程で、いろんな壁に当たったり、その度にいろいろな人たちに出会ったり助けがあったりしてここまで来たということが、多く書かれているわけですが、そこにやっぱり俳句を織り交ぜることでね、この見事に表現しているっていうのがこの本のまた読みどころかななんてことを思いましたが。そうですね、だから松井さんの、テレビなんかご覧になってると、その辛口で、なかなか毒舌で怖い先生だな、実像どんな人なんだろうと思ってる方もいっぱいいると思うんですよね。この人柄とか背景とか個人史とか、それから俳句の種まき運動をやってこられたその紆余曲折なんかが、思い出深い人や出来事のエピソードとともに、今晩さんおっしゃったように俳句も織り交ぜながら非常に鮮やかに描き出されていると。で、夏井さんご自身ね、本当に何もかもがひょうたんから駒ならぬ、ひょうたんから人生というふうにこう半生を振り返っておっしゃってるんですけれども、夏井いつきさんという人の輪郭が見えたというか、なんか心の奥深くにちょっと触れたような喜びがありますね。確かに、こういう方だったんだ、なんとなく想像してたらそういう雰囲気は分かっていたけれども、いざこのエッセイを読むと、やはりこの夏井さんの奥底というのがなんか分かってくるというかね、やはり腹に落とし込んでいて、その思いをストレートに文章に載せているので、やっぱりその奥底に俳句を広めたいとか、こんなことに悩んでるけどこういうふうに解決していったんだとか、そういうのも気がつけばもうみんな仲間の一員になってるっていう感じに、なってましたね。いつの間にかこれ読んでると俳句集団いつき組のなんか入会、いつの間にか入ってたかなっていう気持ちにちょっとなりますよね。半生を描いているわけですけど、印象に残っているところを少しずつちょっと河野さんにもご紹介いただこうかなと思うんですが、僕はね、ちょっとこれ全体の中ではこう小さなエピソードかもしれないんですけれども、岩村昇さんという1960年代初めにネパールに渡って、でネパールでさまざまな感染症や困難から現地の人たちを救う医療活動に従事したお医者さんの話がちょこっと出てくるんですよね。
岩村さんのことを今の方はご存じないかもしれないんですけど、私なんかはやっぱり小学生の頃とか こんなすごい人がいるんだっていうことをこうよく聞いた思い出があったんですけど、ちょっと忘れてたんです。それをねこの夏井さんの本で読み思い出して、で、あ、そういえばパキスタン あのペシャワールに行って、その後アフガニスタンであの用水路の整備事業なんかでも多大な貢献をされたあの中村哲医師、はい、あの方、まあ、最後死亡の死亡をお遂げになったんですけれども、中村さんが自分の人生に影響を与えた人として岩村さんのお話もされていたりとか、いろんなことをちょっと思い出したんですけれど、夏井さんが高校生の時にこの岩村さんがたまたま学校に講演に来られたと。で、夏井さんがそこで聞いたのがネパールの青年の言葉、三害自由な子ラギット、みんなで生きるためにという言葉なんですけれども、これは岩村医師がそれを合言葉にしようよということで大切にした言葉なんですけれど、それをその高校生の、夏井さんが聞いて帰って、お家でその話をしたら、なんとお父さんがこの岩村医師と中学、今の高校になるんですけれども中学の同級生だったというお話をされて、お父さんがその物静かな男やったが大したもんやなと、そういう志を貫いたとはとおっしゃったという、そういうエピソードがちょっと紹介されていて、僕はね結構これがね心に残ったんです、というのはそのお父様との関係の中でも、あ、言葉がこういうふうにこうなんか親子のこう共通認識というか共感を生んでいくきっかけになったんだなっていう、そういう一つの昭和だと思うし、なんかね夏井さんの人生においてやっぱりこのね人との思い出とかなんとかっていうのが単にこういうことがあってっていうより、さっき晩さんがおっしゃったことにも通じるんだけど、言葉にもすりついてるんですよね、で言葉が大切にされていて、言葉の力を信じて生きてきたっていうのは夏井月という方の一本のこう筋がこう見えてくると、だから本当にね真珠の粒がこうつながってるような、それをこうつなげてるのが言葉っていうものだなっていう、それで一つの粒がこうなんかキラキラと光ってるなというふうに思いました。なんというかな、人生その紆余曲折あって本当に山あり谷あり、晴れた日曇った日いろいろあるんだと、なんか複雑骨折をしながらこう人生っていうのは歩んでいくもんなんだと、自然治癒力を身につけていくのが人生なのかもしれないっていうんだけれど、その時に言葉、俳句っていうのは小さなものかもしれないけれども自然治癒力と密接につながっていて、こう自分が一歩踏み出す時のこうささやかなこう後押しをしてくれますよみたいな話もとってもこう印象に残りました。私はね、はい、放送局に勤めて、まあ、発信させてもらう側にいる人間ですから、まあ、そういう中でのね、苦悩というか、まあ、表に見えているものだけじゃないんだよっていうことも、ああ、やっぱりそうなんだっていうことをね、感じさせてくれるところもあって、私はまた違う視点で、楽しみましたけど、例えば30年前に、NHK の松山で、廃校国という番組を、立ち上げた、まあ、その時のプロデューサーの配合がまたバンさんという名前だったんで、ぐっと引き寄せられましたけれども、まあ俳句の種まき運動の先駆けになった番組でありますが、まあ、そこでのね、俳句をこう広く皆さんに知ってもらおうとした時の苦労っていうのも、このいわゆる狭い俳句界の中でいろんなことを考える人たちがいるんだっていうね、でこれはやっぱりまた一つに束ねていくっていうのは非常に難しいことだっていうことも本を読んで知りましたけど、ああでもこれは生みの苦しみってあるよなっていうのを感じたりですとか、それこそ今 RSK ラジオでね放送されている南海放送初のその一句一遊、これ本当誕生秘話もね非常に興味深かった。だからこれを聞きながらまたこれ本読むとね、また違う味わいというか、なるほど、あーって感じましたね。この番組のプロデューサーというかディレクターが矢野博美さんっていうんですけど、私も知り合いで、はい、だから、ああ、矢野博美さん出てきたと思ってね、
なるほど。よりこう、なんか、身近に感じるというか、まあ、先ほどもね、話題に出ましたけれども、うん、やはり夏井さんは、本当、人の出会いを大切にされて、うん、まあ、感謝する心を持っている、うん、まあ、うん、愛の人なのかなと。うん、だからこそ、やっぱり人が集まって、思いが伝播するのかな、私たちも気がつけば仲間のような気になるのかなって思ったんですよ。そうですね。だから彼女は本当に俳句の批評するときもそうだけど、やっぱりすごい共感力を持ってる人で、相手の気持ちの何かをパッとこう察知できて、すごくだから姿勢としては謙虚な方だなっていうのをこの本を読みながらも感じました、うん、ですから皆さんの中でね、うん、例えば人付き合いに悩んでるとか、まあ、コミュニケーションの取り方に悩んでるっていう方がもしいらっしゃれば、うん、この本読んでみるとね、うん、あ、何かこう大切なものというか、こういう形にしたらこうなんか伝播してい、いくんだろうなっていうことをなんとなくつかみ取るヒントになるんじゃないのかなっていう気がいたしました、うん。まあ、こんな僕よりもちょっと年下なんで、こんな妹分にこう頑張ってるのがいたら、なんかこっちもうかうかしてちゃいけないなと、もうちょっと必死でやんなきゃいけないなとそうですね、本当に、蹴り上げられるような思いがしました。本当にこの人大したもんですよ。全国を股にかけ、毎日毎日それをやり、放送をね、うん、いやー、こうそれを持続してるっていうのは並々の意味にならぬものだと思いますね。いやー、そうですね。今河野さん言われたけど、うん、その本をね広めていく、うん、こちらラジオの楽しさを皆さんにもっと知ってもらう、うん、でも夏井さんの姿見てたら、まだまだやらないとダメなんだなって気になりましたね、うん、そうなんです。僕なんかね、頭が下がる思いで読み終えました。いや、全く同じでしたじゃあまた頑張りましょう。頑張りましょう。はい。引き続きよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、じゃあ失礼します。よろしくお願いします。